はるかちゃん、行ってきた。キリュウさんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでいた登場会や近江連合の構想、蛇の騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ、そ話じゃないか。きっと大丈夫。本当にいろいろ助けてもらって、仕事の方はいいんですか？待ちき、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫。気にしないで。朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。あの朝顔が家で、あそくですから。そっか、また寂しくなるな。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。脱獄鉄。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。冴島、ジタバタする気なんかあらへん。ええんや。兄弟、お前らが登場ことの後始末しとる間、俺は桐生のです。どうかそのままで。え、カズマをカムロ町での暴行傷害、器物破損の容疑で逮捕します。元登場会逮捕しました。あれは警視構想登場会関係者が意見を納得させられねえんだと。警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは登場会の元四代目です。けど今回の構想を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの登場会幹部は警視庁のポーズのために仮装に警視庁が火つけ直したってことになる。上の首がいくつあっても足りねえ。四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは道島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、ん？おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか？まっとうな弁護士がつけば無所には入らずに済むはず。桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。ここは
リューちゃん。マジマの兄さん、東城会の射程頭、直系マジマ組組長、マジマ五郎。シマノの狂犬と呼ばれる武道派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが、いまだにこの人だけは読めねえ。何にしても俺とは腐れ縁だ。そして今の東城会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく東城会幹部となった西島とは古くからの兄弟分だ。おじさん、はるか、俺がただ一人愛した女の忘れ方。出会った頃まだ幼かったこの子は過酷な運命を背負って極道の抗争に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになっていた。俺の人生で何か褒めることがあるとすれば、親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。キリュウ。伊達さん、刑事でエリートだったこの人の人生は俺と出会ったことで狂わされる。だがそれから何年もの間、俺とは時に相棒として、時に友人として付き合いが続いている。男で一つで一人娘を育て上げた今、伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして正義を貫いていくはずだ。おじさん。大地、浩二、三尾、シロ、彩子、泉、リオナ、エリー。親の顔も知らないこの俺が沖縄に児童養護施設朝顔を作って引き取った子供たち、この子たちが遥と過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。だが今の俺がまたこいつらと暮らすには、まずやらなければならないことが、それには長い時間が必要だろう。キリュウ。佐江島、かつて18人の敵を殺したとして東城会の伝説と語り継がれる極道佐江島大河。俺と初めて出会った時、西島は脱獄囚だった。その後運命を狂わせた18人殺しの真相と対峙し、東城会直系西島組を立ち上げている。だが2012年冬に再び脱獄、大海連合7代目の陰謀に巻き込まれ、東城会を代表する男として俺と共に奴らの標的にされた。スカイファイナンスの社長秋山氏って話したが、横領の濡れ衣を着せられ、一度はホームレスにまで身を落としたという。それがカムロ町で偶然とで運用して1000億を超える金を生み出した。俺とは西島の妹安子を通じて出会って以来の縁だ。大阪では芸能界に入った遥を守って俺の代わりに体を張ってくれていた。四代目大吾、かつて俺の都政の親であり
東条会の大幹部だった堂島宗平の一人息子、極道の世界から距離を置いていた大吾に、俺は東条会の六代目会長という重荷を背負わせてしまった。だが25,000の子分を抱える東条会を束ねていけるのは堂島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまたそれを証明してきた。